ちょっと今一つ大事なものを忘れてました。じゃあ郵便受けに、2つ荷物来てます。これは何？ペピオ、ガスは安全。まあガス安全。これ実はこれなんですよ。アランドロンが亡くなってね、8月18日日曜日でしょうか。88歳で亡くなって、うちの店名の侍っていうのがね。フランス映画のアランドロンが主演した映画ですね。1967年だと、7年だけどですね。それにちなんで初代の、ね、怪物さん、辰野さんが付けた名前なんですね。ピットイン・ティールムという名前で、1968年か9年ぐらいに開店して、ピットインが裏から入った1階にあって、表の三越の前から入った2階が、新宿、ピットイン・ティールームだったんですね。そこから始まるんですよ。それが初代の、ピットイン・ティールーム。それから2年後ぐらいかな、辰野さんがティールームという名前を、ジャズ喫茶サムライに変えたんです。それがその1967年、7年ってコルトランが亡くなった日、一人年ね。それとあとプラハの春ですね、チェコスロバキアのそういう社会運動があった年ですよね。その時私はって言うと、私は高校生です。まあ、まだジャズには目覚めてません。真面目な劣等生やってた高崎の高校生、下宿してました。その時の1967年でしょうか。あともう一つあるな。三島由紀夫のね、葉隠れ入門。この本を出したのは、まあ、結果論ですけど、それも1967年ですね。これ私の後々のね、神田古本屋のワゴンで、まあ、2、300円で売ってて、それを私が買ったことがあるんで、20代の時ね。まだ全部読んでないんですけどね。それ私の、まあ、聖書、バイブルになりました。葉隠れ入門がね。カッパブックスなんかの、あれですよ。新書版ですよ。大した本じゃないですよ。イラストが、横尾忠則。三島由紀夫の勢いのいい文章があってね。葉隠れやね。まあ、一番有名なのは、武士道と言えば死ぬことと見つけたりですね。この逆説ですね。逆説と矛盾だらけの葉隠れだと言って、それがいいんだと言ってますよね。三島由紀夫はね。でも三島由紀夫が、カップ自殺一街駐屯基地、その時私は東京に来て、19歳から。日本橋小伝馬町のね、商事会社、商社の問屋ですね。そこの配達の運転手やってたんですね。さあ、河原城から三島由紀夫が市街駐屯基地に立てこもりましたなんて実況中継やったんですよ。三島に靖国通り、私が通ってる道じゃないと。配達の仕事してるから、ね、会社の寮が、中野、次は東中野。今はそこに入ったんで、中野寮。で、会社が小伝馬町ですよ。だから、ルートなんですよ。で、会社の車を、トヨタハイエースをね、車庫があるのが寮の中野だったんですよ。で、私がもう専属で、車を持って会社に行って配達して、また車を持って寮に帰ってきて、車庫に入れたと。それをまあ、そうね、丸1年ぐらいですよね、仕事したかな。その話じゃなくてね、アランドロンの映画の話ですよ、60年。で、その、私まだね、映画機だけしか持ってないですよ、グッズはね。パンフレットは持ってないし、アランドロンの侍ですよ。LE 侍って書いてあるんだよ、あれ、ラリルレロ ?LE だからレじゃないんだよな。ルかなラかな、その曖昧語ですよ。まあ、カタカナで言うとルかな、ルース侍。英語で言うとザですね。ザ侍。フランス語で言うとルー侍ですね。侍もちょっとローマ字のスペル違うんだよ。サモーライみたいなスペル、フランス語なんですよね。まあ、英語はローマ字。ですから、侍の名前をフランス語の名前、まあ、フランス語ってそれを英語化したの。
だから表記は英語アルファベット、映画はフランス語、侍は日本語使徒で、アメリカとフランスと日本が混ざった店名なんですね。だから侍は漢字ではなく、ひらがなでもなく、ローマ字か、カタカナです。侍の表記はね、それは名前がやっぱり良かったですね。今インバウンドが今 70% 以上、今インバウンドが毎日来ます、世界中の人がね。やっぱり侍っていう名前がすごくいいんですね。覚えやすいし、リスペクトの対象だしね、すごく良かったと思います。あとあと私最初は漠然とね、侍って名前にして、特に確固たる自分の思想心情はなかったんですけどね。でもだんだんとね、ああ侍はいいな、武士とはいいなと今思うようになってきました。いろいろね、いろんなイデオロギーとかイズムっていうのがあるんだけど、やっぱり日本精神とか侍、武士と、これがやっぱりすごくいいなというのが今現在ですね。だからうちの店も侍で、まあ良かったと思いますし、まあ一つの憧れです。私は百姓の出だから決して侍ではないんです。まあさ、なんていうかな、公務員ね、侍ね、それを武士道って言うんですね。一般庶民は侍、あの武士道とは言わないんです。大和魂と言うんです。それは二刀稲造の武士道にそう書いてありました。さあ開けてみましょうね。開けてくる、今かけてみましょう。まあ6時過ぎてお客さん来ちゃいますよ、ね、なんかしてると。インバウンドがね、早々来るんですよ。侍をね、リスペクトしてますからね、世界中の人が、まあ、非常にいいんですよ。私がリスペクトされたわけじゃなくて、侍という固有名詞ね、概念ね、先人の努力の結果リスペクトされてるってことです。来ました、来ました。これどっから買った、いろいろね、アマゾンとかいろいろ見たけど、プレミアついて結構売り切れで高いんですよ。見つけたね、駿河屋っていうところですね。駿河屋っていう、まあゲームグッズの店なのかな。そこであまり高くなくて、結構新品同様で売ってました。どうでしょうかね。やっと手に入れて、今日はこれ買ってみますよ。ちょっと見えるかな、行こうか、光が入ったんですね。ちょっと光避けて、今これかけます。かけるけどお客さん来ちゃうからね。ビデオはこれでやめて、後ろはこうなってます。はい、ということで今日はこれを聞くのが楽しみです。これは侍だけじゃなくてね、侍って67年の映画、何ですか、太陽いっぱいですかね。日本語で書いてないけどね、まあ、とにかくあの BGM が、口笛がかっこいい映画ですよ。で、ちょっとフランス語読みません。日本語で言うと何ですか、単語いっぱいで言うのかな。あんまり詳しくないんですけどね。いや、ランドロンのこのトレンチコートかっこいいですよね。トレンチコートはね、あの第一次世界大戦で、ドイツ軍、まあドイツ軍かな。塹壕ですね。塹壕というか、あのスコップで穴掘ってね、そこでこう、敵の鉄砲の弾を避けるために、塹壕、そこに着たコートがね、トレンチコートだったしですね。それが戦争終わってからもファッションとして今でも女性でも着ているわけです。あ、かけるのは後でしますか。あ、ほら、駿河って書いてあるんですよね。値段まで書いてあるかな。まあ、何でもいいや、分かって。はい、こういうことです。